福岡市立片かす小学校は、福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目に、ある公立小学校、明治二十二年に創立。昭和二年には、吉塚小学校が、昭和十年には、東住吉小学校が分離する。その後昭和六十二年と、その翌年及び、平成元年の大規模な校舎改修工事、平成五年の五笠川大洪水の被害に伴う、 プールなどの改築工事を経て、現在の姿に至っている。2017年4月1日現在各学年1、学級、特別支援教室3教室、通級指導教室4教室、児童数166人博多区の以下の地区。博多駅の北東約300メートルの高笠川左岸に位置する小学校で、博多駅を含む博多駅中央街地区と、駅前西。 北西側の博多駅前1、2丁目、駅北側の五笠川両岸域、駅東側の五笠川左岸域を航空とする。博多駅周辺部の博多駅前、博多駅東はオフィスビルやホテル等が多いが、学校周辺と北端の片カカス、南端の比叡町は住宅地である。北西部は極所町に隣接し、上天寺など寺が多い。学校の前を、 国道385号が通り、北の五笠川の対岸を川と並行して国道3号が通る。高区南端部には筑紫通りが通る。中学校は東高中学校の高区となる。1948年制定。福岡市が市内各小学校に設定している学校番号福岡市立小学校設置条例で定める位置。学校紹介詳細は、 通学区域一覧を参照。ありがとうございます。